俺たちの武器は、走馬と走馬と走馬だね。そりゃないぜ。おっさん、ノリ悪いぞ。おめえらが良すぎるんだよ。肩慣らしにちょうどいい。ここまでだ、悪党ども。しびれるセリフだぜ。かっこいいよ、ガラド。チャック全開だけどね。なに？楽に勝てそうだ。次のバトルはいつだ。次だ。優勢入れ。俺たちの武器は走馬と走馬と肩慣らしにちょうどいい。ちょろいぜ、甘いよ。ちょろ甘だな。楽に勝てそうだ。これが走馬の力だ。いや、おめえの力。
チョロアマだな。余裕だぜ。道がなけりゃ切り進むだけだ。ああ、ガンの子行こう。ひゃー、俺こんな大きな船に乗るの初めてだよ。よし、今日は我らが海の神羽クジラ様のご機嫌も上々だ。出航準備はできてんだろうね。もう少しであります、サンゴ船長。急ぎな、グズグズしてると海より先にあたいの機嫌が荒れるよ。はい、マン。シング、船着き場の船員に話しかけりゃこの船に乗れるはずだぜ。よし、オールドマイン大陸に向けてガンドコ行こう。
報告。散々探し回ったけど隊長は見つかりませんでした。でした。隊長ならかなり北方の町で私が発見して連れ戻した。今はこの先の村でお休みのところだ。はあ？もうあの人は毎回一人で勝手に動いて、チームワークって言葉の意味理解してるのかね。お前が言うな。よーし、今回は一人も客を海に落とせなかったな。上出来だぞ、野郎ども。何が上出来だ、うん、ああ冗談じゃねえ、ひでえ船旅だった。船長さん、テートエストレーガってどっちの方角？ああ、テートならここから南東だ。おかじゃ、たちの悪いレスピル病が流行ってるらしいぜ。せいぜい気ぃつけな。さ、降りるよ、コアク。なんだよ、ベリル、危ないだろ。海にでも落ちた方が、のぼせたシングの頭は冷めるんじゃないの。たか、仲がいいんだが悪いんだが、くだらねえじゃり合いしてねえで、南東のエストレーガに向かおうぜ。中央大陸オールドマインは、その名の通り、テイとエストレイガの存在する世界の中心地だ。気をつけろよ。田舎者面さらしてっと、あっという間に騙されて鼻毛までむしられるぞ。うん、わかったよ。だったら、翡翠も気をつけなきゃね。あ？気をつけんな、てめえだろ。でも、翡翠もヘンズラで、思いっきり騙されてたじゃないか。ま、あれはバカ、スピリアの奥では完全に見切ってたんだよ。ずるい。本当かどうかスピルリンクで調べさせてよ。スピルリンクしねえと人を信じられねえのか。これだから相馬使いってやつは。自分だって相馬使いだろ。おめえらいい加減にしろ。相馬使い同士が罵り合ってどうすんだよ。はあ、この二人、スピリアの強い相馬使いになんて本当になれるのかな。ジョーちゃん、それ何食ってんだ。味噌をつけたキュウリ。キュウリにお味噌？へー、意外に琥珀渋い好みだね。琥珀は味噌が好きでな、マイ味噌を持ち歩いて何にでもつけて食べちまうんだ。うん、うん、うん、くぅ、ほんとだ、今度はバナナにお味噌をつけて食べてる。ゴアク、好きなものくらい自由に食べさせてやりたいが、口の周りが味噌だらけだぞ。うん、琥珀の味覚って渋いっていうよりちょっと変？ちょっとじゃねえよ、思いっきりおかしいだろ。琥珀、肖像画を描いてあげるから動かないでね。うん。
改めて見ると琥珀ってほんと可愛いな。だけど完璧すぎるのも芸術的じゃないよ。琥珀、ちょっと小指を鼻の穴に突っ込んで歯をむきーってしてみて。うん。何してんだよこのひねくれガキ。琥珀で遊ぶんじゃねえ。せっかく琥珀の新しい魅力を引き出そうとしてたのに。嘘つけよてめえ、明らかに目が笑ってたろ。やっぱり琥珀で遊んでたんじゃねえかこの野郎。ウキ、刀だしにちょうどいい。Let's go.
次の標的はドイツだ。火事じゃない。なんだこれ、お湯がこんなに溜めてある。はあ、こりゃたまげた。あんたたち一体どこから来なさった。まさか温泉も知らん者知らずがおるとは。いやいや、それはこいつだけです。え、だってシーブル村にはこんなのないし。琥珀とガラドは知ってた。ま、俺は旅が長いからな。温泉、地下から湧き出すお湯、病気や怪我に効くのもある。ガーン、知らないのは俺だけ。温泉玉も人肌のお湯で育つ作物、身はとろっと半熟で栄養満点。おお、お嬢ちゃん詳しいね。この村に久しぶりにお客さんが戻って増えて嬉しいよ。ゆっくりしていってくだされ。へえ、半熟の温泉卵か、美味しそうだね。おー、逃げろ。もうあんたたち、またお風呂を覗いたわね。ごめんなさいお客さん、あの子たち外で遊べるようになったのが嬉しくってつい。へえ、ぺったんこのサーシャ姉ちゃんなんか覗いても面白くないよーで。なんですって。わわわわわわ、あう、見事に半熟の温泉玉もまみれてベタベタだ。ああ、ちょうどいいよ琥珀、温泉入っていこうか。こんな可憐な乙女が二人、玉もまみれのベタベタでいいわけないもんね。温泉はお風呂。うわわ、琥珀ストップ。服を脱ぐのはあっちだよ。なんで。なんでって当たり前だろ。人前で肌見せようとするなんてな。まさかジョーちゃんはいつもああだったのかい。なわけねえだろ、デスピル病のせいだよ。琥珀、知識はあっても感情が全然足りないんだ。落ち込んでる場合か。そんな暇あったら琥珀のためにできることを一つでもたくさん考えろ。あ、うん。さあ、嬢ちゃんたちが温泉使ってる間にテイトの話でも聞けねえか、あたりを回ってみようぜ。
よくぞ見破った。俺様は筋肉。もとい、不思議料理人、ワンダーシェフ。食の幸せを伝えるため、今日はこのレシピをプレゼントだ。たくさん食べて筋肉もりもりで幸せになるがいい。ではまた会おう。さらばだ。
よう、村長さん。帝都のあたりでデスピル病が流行ってるって聞いたんだが。デスピル病ですと？滅多なことは言わんでくだされ。もし人にでも聞かれたら、この村は…聞きたいのはこの村のことじゃなくて、帝都のデスピル病の話なんだけど。たとえよその話でも、毎日この村のことだと誤解でもされたら困るんですよ。この村で…その話は一切しないでくだされ。いいですな。この村におかしなことなど何も起こっておらんのですよ。ちょっと話を聞きたいだけなのに。村長さん、急にどうしたんだろう。デスピル病が怖いからっていくらなんでもありゃ様子がおかしいぞ。ああ、この村で何かあったのかもしれないな。ごめんなさい、全部私が悪いんです。村の人たちを悪く思わないで。きっとあの子何か知ってるんだ。ちょっと話を聞いてみるか。サーシャさん、教えてよ。この村で一体何が起こったの？ごめんなさい、村の悪い噂は困るんです。ってことはつまり、悪い噂が立つようなことが起こったってこったな。それもデスピル病に関係のあることで。やっぱりそうなのか。ねえサーシャさん、俺たちある女の子を助ける手がかりが欲しいんだ。誰にも喋らないから教えてください。仕方ねえ、他を当たろう。ある夜、お風呂に入っていた私の中に流れ星のような光が飛び込んだの。それ以来、私は人の視線が恥ずかしくて誰にも会えなくなってしまったんです。その恥じらいの病は村の人たちにも伝染して、みんな外に出られなくなってしまった。デスピル病だ。中には布団の中に引きこもり飢え死にしそうになる人まで出たんです。サーシャさん、教えてくれてありがとう。いいの、村の都合だけ考えて、あの恐ろしいデスピル病を隠すことこそ恥ずかしいと思うから。で、そのデスピル病はどうやって治したんだ？旅のバレイヤ教の騎士様が私のスピリアから不思議な光る石を取り出してくれたんです。それだけで村中の人がみんな治っちゃったの。結晶騎士がスピルーンを回収した？そいつはどこに行ったの？今、騎士様にはせめてものお礼に村の温泉に入ってもらってます。結晶騎士が村の温泉にだと？琥珀たちが危ない。
コアくん、ベリル、大変だ。おい、ここは女風呂。はわ、気持ちいいね、コハク。うん、あったかい。ちょっと、湯船にタオルをつけるんじゃないよ。あう、すみません。ああ、あんたは。その声は、もしかしてこの前の。うわわわわ、大変だ。あ、じゃないよ、変態だ。うそ、何こいつ、バカじゃないの。マジありえない。結晶騎士、小悪のスピルーンを返せ。はあ、女湯を覗き見したケダモノが逆ギレた。いい度胸だね。それはごめんなさい。姉さんこそいい度胸してんな。今回は嬢ちゃんを人質に取らせたりしねえぜ。ちょっとおっさん、声がでかい。隊長に聞こえちゃうでしょ。なるほど、誇りある結晶騎士が民間の総末会ごときに人質を取った上負けたというのか、ペリドット。結晶騎士の始め、帝都に戻ったら相応の罰を覚悟しろ。まあ、了解です、隊長。隊長、村を救った騎士はお前だったのか、カルセドニいつぞやの少年か。琥珀のスピルーン、返せ。すまないが、そういうわけにはいかない。このスピルーンとデスピルビオ、そしてセイヤの謎の流星事件の因果関係を確かめねばならないのだな。でも、それは琥珀のなんだ。お前たちも気づいているはずだ。このスピルーンが、あの魔物ゼロモを活発化させていると。それとも、その少女さえ回復すれば世界、デスピル病がどうなっても構わないというのか。それは隊長、隊長、どうせならこの娘ごと連行しちゃえばいいんじゃないですか。てめえら結局人質頼りか。そうだそうだ、この卑怯者め。いや、このスピルーンだけで十分だ。部下が卑怯な真似をした割に少女は見逃してやろう。そんなもったいない。見逃してやろうだと、てめえ何様だ。そうはさせん、うん、お兄ちゃん。教室様から緊急招集がかかったというのに、ずいぶん長湯だな、バイロクス。申し訳ありません、隊長。ですが、軍への恣意目的の作戦に参加するなど気乗りがしません。バカ者、下された命令には従うのが騎士の務めだ。これより我が隊は急ぎ帝都エストレイガに帰還する。はっ。へい。ああ、もう 2,3 日温泉でのんびりしたかったな。待て。少年、不満ならいつでも切りかかってこい。だが、そんな未熟なスピリアで振るう相馬になど棒切れほどの力もないと知れ。たとえそうだとしても、行かせるもんか。待て、シング。今結晶騎士3人相手に嬢ちゃんを守りきれるのか。ここでおめえが切りかかれば、嬢ちゃんに手出ししないといった言葉もどうなるかわかんねえぞ。せめて翡翠が目を覚ますまでこらえろ。少年、貴様が相馬を持つ限り、いずれ会うこともあるだろう。よし、心配ねえ。しばらくすれば目覚まさろう。そう、よかった。何がいいもんか。村の恩人の騎士様に切りかかるなんて、とんでもない乱暴者たちだ。この青年が目を覚ましたら、すぐに村を出て行ってくだされ。サーシャが余計な話をしたようだが、くれぐれも村の悪い噂をよそに流さんでくだされよ。なんだい、急に態度変えちゃって嫌な感じ。村長は貧しいこの村を温泉で豊かにしようとずっと頑張ってきた人なの。誰よりも村を愛してるから、あんなきつい言い方を。分かってる、俺たちも村に迷惑をかけるつもりはないよ。この村、冷たい水
ない。ええ、村の裏手に冷たい清水の湧く泉があるわ。温泉と並ぶ村の名物なのよ。お兄ちゃん、頭冷たい方がいいと思う。そうだね。泉のすぐカッとなるのぼせ頭を冷やすためにも泉に水を汲みに行こうよ。これは人のスピリアに反応して光る精霊フルエーレ、まだ絶滅していなかったのか。村の名物ってフルエーレのことだったのか。スピリアに反応する精霊。綺麗だね琥珀。何が。ママごめん、琥珀は分かんなくても仕方ないよ。仕方なくなんかないよ。カルセドニーからスピルーンを取り返していれば、琥珀もこの精霊たちを綺麗だと感じられたかもしれないのに。琥珀、俺きっと君のスピルーンを取り戻してみせるよ。そして琥珀の笑顔を必ず取り戻す。そんなの当たり前だろうが。翡翠、もう大丈夫なの。俺のことなんかどうでもいいんだよ。それより今はやらなきゃなんねえことがあるだろうが。うん、カルセドニーたちを追いかけよう。帝都で他の結晶騎士と合流されるとまずい。奴らが帝都に着く前に捕まえるんだ。でもあいつら急いで戻るって言ってたよ。追いつけるかな。あら、みんな帝都エストレーガに行くの。じゃあこの手紙をエストレーガのベンリア・ガネットに届けてもらえないかしら。出たな悪徳商人。そんな、私が本当の悪徳商人なら契約を無視して逃げた相馬少女なんかとっくの昔に墓の下よ。ずーイネさん、悪いが今は手紙を届けてる暇なんてねえんだ。そう、急用の手紙だから秘密の近道を使って届けてもらおうと思ったんだけど。秘密の近道。ええ、通常の山を迂回する街道より数倍早いルートがこの先にあるの。分かったよイネさん、手紙を届けるから近道を教えて。この村の東にある石の時代の遺跡アンデール坑道、そこを通れば山の反対側に出られるのよ。もちろん無事に通り抜けられればだけど。いやー、やっぱ危ない道なんだ。そりゃもちろん相馬の代金程度にはね。でもカルセドニーたちに追いつくにはその道を使うしかない。行こう。変わったやつだよね。そうか、ちょいと無茶しすぎるくらいで普通に気のいい男って感じだかな。なんなら本人に聞いてみろよ。おいシング、ベリルが聞きたいことがあるってよ。直接本人に。俺に聞きたいこと。なになに。あ
本当はどんなやつなのかなって。はあ、俺がどういうやつ。そんなの自分じゃわかんないからさ。翡翠に聞いてみてよ。ねえねえ翡翠、シングってどういうやつ。どうって見たまんまだぜ。考え方はガキ、行動はアホ、絶対信用したくねえ大バカ野郎ってとこだな。ボロクソにも程があるね。でも大体同意だけどさ。まあそれでもどこぞのヘタレ絵描きよりかは当てにできるかもしれねえがな。ヘタレ絵描き、むっかー、芸術家を侮辱したな。直ちに撤回を要求する。おいおい、別にヘタレ絵描きがおめえのことだなんて言ってないだろ。そういうのが余計腹立つんだよ。琥珀に聞いてみてよ。ねえねえ琥珀、シングってどういうやつ。シングは私を信じてくれる人だから怖くない。あの考えなさすぎの行動は別の意味で怖いけどね。私ベリルも怖くないよ。ベリルも仲間だからね。芸術家は孤独を恐れないから別に仲間なんていらないんだけどさ。でもまあありがとう琥珀。待っててね琥珀、奪われたスピルーンは必ず取り戻すよ。シング、そんなカッコつけたセリフの前に覗きの謝罪を要求する。そうだこのケダモノ野郎、俺ですら琥珀が10歳の時に一緒のお風呂は拒否られてんのによ。いや見てないです。ほんの一瞬しか、ぼんやりとしか。ほんの一瞬ぼんやりとでも見たんじゃないか。そんなことないって、あんなの見たうちに入らないって。あいつの記憶消してやる。待ちやがれ。見ただの見られただのどうでもいいじゃねえか。なあジョーちゃん。うん。Thank you.
僕ってやれば敵
できる子なんだよ。自分で言うなよ。刀出しにちょうどいい。ガンガン行くぜ。